皆さんこんにちは、ジマでございます。今回の動画はですね、ちょっとネタなんですけど、4ヶ月の間にニコンの製品を100万円分実は買ってました。びっくりするよねっていうところがありまして、一つ目なんですけども、気づいてなかったんですよ。怖いね、ニコンさん。知らない間に100万円も振り込んでたわっていうところがあって、めっちゃ怖いんですけど、気づいたら100万円ほどニコンちゃんに貢いでたっていうところがありまして、ここ数ヶ月ですね、最高のカメラであったり、レンズっていうものをニコンちゃんがね、出し続けてくれているというところがありまして、直近私自身4ヶ月でですね、100万円ほど使ってたというところで、ほんまに嘘、100万円は言い過ぎやろっていうところがあるんですけど、内訳としてですね、かなり堅実的な買い方をしております。まず Z の8でございますね。4ヶ月ぐらい前かな、ここが60万円ぐらいするんですよ。で、次 ZF でございますね。 ZF が30万、ボディ単体で、私キットレンズは28じゃあ40も28も薄型単焦点持ってるので、ボディ単体で凍ってるんですね。30万円ぐらいなんですよ。ちょっと待ってと、Z の8と Z の9でも90万円いってるんですよね。そら100万いくやろっていうところがありまして、その次に、26mmF2.8 このレンズですね。このレンズが7万円ぐらいしたかな、購入してるんですね。で、この Z の30も買ってるんですよ。で、 Z の30がこのレンズですよね。 DX の1650のキットレンズくっつけて13万ぐらいやったかなっていうところがあって、ざっくり110万ぐらいですよね、この4ヶ月で使っているというところが、なんか最近銀行の口座の残高おかしいなと思って、なんか振り込め詐欺じゃないけど、なんか銀行の口座数字いじられてるんかなと思ったら、単純に請求がすごいことになっていたというところで、私自身カード決済の手数料が発生せんような、あるじゃないですか。3回4回とか増えていくと手数料発生するけど、2回までやったら手数料ゼロで OK ですよみたいなね、クレジットカードとかのポイントとかもうまいこと使って購入はしているんですけども、それでもやっぱりじわじわ口座残高がぐわ減っていって、気づいたら100万円分買ってたというところがあります。ただめちゃくちゃ満足してるんですよね。これすごいですよね。100万円の買い物して、うーわ100万円買わんかったよかったではなくて、100万円分の買い物してるんですけど、いやー買ってよかったなーと思うし、今買わんかったらもっと後悔してたか、機械損失ですよね。この時この機材が Z30 があれば、26があれば、 Z8 があれば、 ZF が、ZF は届いてないけども、あればっていうところで、機械損失を防げているっていう満足感がまずあるってのがあって、で、全てのカメラ全てゴリゴリに使ってるんですね。 ZF も先行レビュー用でお借りした時にもゴリゴリに使い倒しておりますので、おそらく手元に届いてもゴリゴリに使い倒すというところがありますので、まあ確かに口座残高見た時に、あれ？なんかおかしいな数字、なんか全然あらへんねんけど、どないしようってのはなったんですが、まあニコン製品にそんだけ Z シリーズにお金出したなって思うと、買い物したなって思ってるんですっていうところで、なんか A パートが長くなっちゃってますけど、今回はね、この100万円ニコンちゃんにこの直近使っちゃってますよっていうところをね、取り上げていこうと思います。ジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマでございます。ニコンちゃんに4ヶ月で100万円振り込んでいるジマでございます。不思議とね、後悔はないって話なんですけど、まあ全てが、必要なものですし、私自身衝動で買ってるわけではなくて、買う理由をしっかりもうノート A4、3、4ページ分うわーって書き倒して、うん買おうって思って買っているので、全く後悔はないんです。ミスマッチがないって言った方がいいかな。私自身このチャンネルの中で過去何度もお伝えしておりますね。カメラってのは高いです。一番安くても10万とかやし、高かったら200万とかするんで、安くない買い物なので、とにかくミスマッチは避けてほしいと。で、10万とか30万で買ったカメラレンズが、もし売るときに40万50万になってたら、難しいこと考えても買っちゃえばええやん
って言えるんですけど、うん、デジタルカメラってそういうわけにはいかないじゃないですか。10万円で買ったら6万ぐらいになるし、30万で買ったら20万ぐらいになるしみたいなもんじゃないですか。なのでやはりミスマッチはなくですね、確実な買い物をしてほしいなと。でそれ自身私もね、人に伝える以上自分も実践するというところでミスマッチないようにね買い物しておりますし、しっかり考え抜いた上での購入になります。 Z8 も ZF も26も 30Z30 もねというところで全く問題なく利用していると。でそれに対して私は iPhone は未だに8とかなんかな、この今の皆さん使っている iPhone ってこの辺液晶よね、この白い部分ないよね、なんかねこれ懐かしいでしょ。あの iPhone とかはもう全然興味がないというか、電話やしインターネットちょろっとできて SNS 投稿できたらええしぐらいの感覚で、もう他の生活とか他の必要なお金は全部ニコンのカメラレンズにもう振り切ってる状態でございます。全然お金に余裕があるわけとかではなくて、ただ全部をカメラレンズに振り込んじゃってるっていう、振り切っちゃってるっていうところがありますので、まあ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 満足はいってるというところですね。ただ幸せなんですよね。でライカであればカメラ1台で100万円ぐらいするじゃないですか。80万90万とか100万超えてるカメラもありますし、本体側だけでね、でレンズも30万とか50万の単焦点っていうものを買って150万構成とかを考えていくと、ニコンの私がカメラ2台とカメラ3台かカメラ3台とレンズ1本レンズ2本かレンズ2本で100万円っていうのは、うん、逆にライカとかと比べると安いなーって思ってしまうところもあるんですよね。コストパフォーマンスが高いと、できることに対しての100万円ということを考えるとね。なのでもちろん、私自身100万円という金額はめちゃくちゃ大きいですし、厳しい金額ではあるんですけども、Z シリーズ登場後、まあ、5年間ほどを含めると正直この100万円って全然まだ他にもお金いっぱい使っちゃってるんでね、 F マウントにも Z マウントにもいっぱい今までこの5年間ぐらいでバーって使ってて、でもっと言うと20年間でカメラレンズにかけたお金ってもっと多いですしね、まあ、直近100万円っていうのはこの4ヶ月っていうのは今まで買いたくても買えにくかった、買いづらかった、ニコンさんそれじゃあまだ買わへんわっていうのを、よしここで買うぞと、このカメラレンズやったら欲しいですっていういい製品がやっと出てきたタイミングなので、溜め込んでたものをバーンって出すと、これが他社メーカーさんも使われている、私自身もまあ別のメーカーさんのカメラレンズ揃えてますけど、それってもうカメラとレンズくっつけてもうレンズ沼にもはまらないんですよね。もうこのレンズとこのカメラくっつけて動画用みたいな形で、もう俯瞰用みたいな感じでもう決めきっちゃってるんで、そんなにお金は出ないんですけど、いろんなそのルミックスさんとか、キャノン、ソニー、ニコンみたいなところでマウントを併用されてる方はいろんなところでお金が出ていくチャンス、機会があるので厳しいかなと。私は逆にニコンっていうものに振り切っているところがあるので、ニコンのいいものが出た時だけ買う、だから100万円というものが各メーカーに分散されると、ニコンちゃんだけにドンみたいなねところがありますので、意外と他のカメラされてる方からすると100万円って少ないかもしれないですね。でもっと言っちゃうと、この私の動画を見てくださってる方の中にも過去にもね、100万円いっちゃいましたてへっみたいなところをお伝えした時に、いや私自身レンズ1本で160万いってるけどみたいなね、カメラくっつけて220万250万ぐらいいってますけども、ジマさんまだまだみたいなね、あのコメントいただいてたりとか、確かにニッコール Z の 400mm の F2.8 の TCVRS とか、ニッコール Z の 600mm の F4 の TCVRS 購入するともう140、160、180、200とかじゃないですか。で、今回登場してきているまさにこれですよね、ニッコール Z の 600mm の F6.3VRS、 PF レンズ採用したねこのレンズであったりとか、ニッコール Z の 800mm の F6.3VRS とかは80万円ぐらいしますよねっていうところを考えて、まあ100万コースをボン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 ニコンに対して、購入している利用者さん、ユーザーさんってのは私以外にも多分いっぱいいると思います。つまりニコンさん今めっちゃ儲かってんじゃんっていうところがあるんです。やっぱ高単価の製品でいいものを出してくれるとね、今まで喉から手が出るぐらい欲しかったってのがやっと製品化として出してくれたんで、まあ買いますよねと。でしかもそんな高いカメラレンズなんですけども、予約殺到っていうね、発売日に受け取れない方が多くいらっしゃるっていうのもありえるので、これもまたすごい話ですよね。80万とか、まあ、安くても40万30万するようなカメラレンズってものが、受け取れないと。
注文が多すぎてね、作ってないんちゃうんではなくて、やっぱそれぐらい売れているというところがありますので、これもまあ面白いなと。円安や言うんですけどね、まあ、正直私ら円で生活してる人間には厳しいんですけども、すごく面白いカメラレンズの時代かな。まあ、それだけ価値あるものですしね、やっぱり自分が年老いていて時は止めれないので、ジョジョじゃないんでね、時は止めれないので、流れていく時をしっかり映像であったりとか静止画で残していくっていうことを考えていって、しかもそれを高精細でね残していく、作品性を求めて、残していくことができる機材って考えていくと価値は十分にありますので、必要な、まあ出費かなっていう感覚でございます。まあ、金額をね気にしなくていいってなるとね、ちょっと無理な話です。100万円飛ぶっていうのはね、ただ100万円飛んだけども、よくわからんなんやろ、生活費に100万飛んだわけではなくて、自分の何ですか、クオリティオブライフでしたっけ、人生のね質を高めるために必要な投資かなっていうところはありますので、まあ今後もね、ニコンにはまあどんどんその私たちをもっと感動させてもらえる、私たちの映像ライフをもっと支えてくれる、より効率よく、より楽しく、より制作欲が湧く、もっとクリエイターを盛り上げるような製品をどんどん作ってほしいかなっていうところでございますし、まあ損益分岐は高くなるかもしれないですけど、まあすぐ回収できるなっていう自信もあったりするので、そのあたりはね、まあ全く問題ないかなと。なので一つ目は、気づいたらニコンちゃんに100万円貢いでたという形でございますね。で、2つ目は全てがフル稼働ですよというところで、私のね動画を見てくださってる方であれば、26も Z30 も1650もね、ここの俯瞰で使ってたりとか、 Z の8も含めて、 Z の8なんて早うあれやわ、ニコンさんからメール来てるんですよ。Z8 購入の方へマウント部とストラップ部の検品検チェックみたいなのがあるんで、はい、送ってきてくださいみたいなねところがメール来てるんですけど、もう Z の8含めてフル稼働なんでね、もう余裕ないですわと。まあ別のサブカメラで十分賄って Z8 1週間2週間休ませることできるけど、いや動画用に使っときたいしなみたいなところがあって、据え置きでポンって置いとったらレンズ交換も何もないやん、ストラップもみたいなところがあってもうずっと Z8 使い続けてるんでね、ほんまにフル稼働でございます。 Z30 もこの動画でね買った理由の時にお伝えしたみたいに、そのコンパクトデジタルカメラのポーチ、カメラバッグとかカメラのストラップにかけて持ち出すんじゃなくて、もう携帯電話ポケットから取り出して写真撮る感覚で Z30 をコンパクトデジタルカメラのポーチを腰掛けにしといて、そこからもうパッて出してパッて撮って戻す。ですごくワンカットシネマみたいなところの4倍スローのね動画みたいなのもいっぱい残しておりますし、すごく Z30 を買ったからこそ残せた、まあ、景色、動画、写真っていうものはあるなってのは思っているので、全てがフル稼働なのでものすごく納得いっているところがあります。このチャンネルではですね、撮影に関することとか、こういったカメラに関する情報ニュースなんかを毎週更新で投稿しております。で、10万人登録目指しておりまして、ニコン系 YouTuber で10万人、まあ、5万人いくのがまずかなりハードル高いんですけどね、ニコン系に絞っちゃうと。ただ10万人登録を目指しておりますので、コメント、高評価、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。ぜひお願いします。チャンネル登録ねお願いします。というところで、まあ、さらっと進めていくと、 Z8 はほんまに買ってよかったなと。今回のこの100万円4ヶ月で使ってますっていううちの60万半分以上は正直 Z8 なんですよ。 Z8 と仲間たちみたいな感じなんですけど、この Z8 はほんまに最高で、私自身ニコンのファンミーティングね、 Z8 のタイミングでファンミーティングが開催されて、東京に出向いたところもありますし、まあ、思い出深いんですよね、 Z の8っていうのは。で、 Z の9だけがもともとフラグシップ機として、まあ、ずば抜けた強い存在であるっていうのは事実としてあったんですけども、まあ、Z の8もですね、 Z の9の DNA イズムを受けているというところで、気軽なサイズ感、 ENEL15C で動く、まあ、バッテリーのライフっていうのはちょっと短めですけども、 910g で Z の9を詰め込んでくれたってことを考えていくと、すごくですね、現実的に登場したのは素晴らしいと思います。持ち運びが簡単な Z の9が、まあ、出てきたって考えると、もちろんアンストッパブルの Z の9の方がいいんですよ。 8K とか 4K とか長時間録画って考えていくとね、アンストッパブルの方がいいんですけども、バッテリー面含めてね、 Z の9の方が圧倒的にいいところは多いんですが、でも
さらっと 1,2 時間使うんやったら Z の8で十分やというところもありますので、ものすごくその60万円ぐらいしましたけど、60万弱やったんかな、でもほぼ60万ですよねっていうところを考えたとしても、その60万以上の価値っていうものは私自身もこの4ヶ月で一瞬で回収しているし、あの製品というか撮影の品質を Z の8を導入したことによって底上げ担保してくれてるところもあるんで、でかつ時短にもつながるんでね、画像処理エンジン XP と7っていう世代のおかげで、なのでまあ時給、自分自身の時給を考えたとしても、まあ、60万ぐらい Z の8にかかってますけども、サクッと回収してるなってのは、思っております。なので何とも思ってないというか、まあ、納得しているところが自分の中であるんですよねっていうところがあって、そうですね、 Z の8だから撮りに出かける時もあるし、 Z の8やから組み合わせた、まあ、レンズとの構成みたいなものがあって、 Z の8を持ってる自分だからこそ新たな領域を広げたっていうところもありますので、まあ、ピンポイントでね活躍する場面が Z の8には多かったりするので、まあ感動しているというか、買ってよかったなって思うところでございます。じゃあ Z の30どうなんって話なんですけど、 Z の30は Z の8を使う中で実は付加価値付属して生まれてきた感情なんですね。もともと APS-C っていうものは、まあそのお仕事を使っていく上では、まあフルサイズ機の方が有利な場面があるんで、フルサイズ機かつ高画素機っていうものを使うことが多いんですけども、 Z の8とかを使っているとなんていうんですかね、もっと撮影体験が欲しいなって思ってしまうんです。っていうのも、その気軽に、まあ、日常に溶け込むカメラが欲しいなって、まあ、コンパクトデジタルカメラとかですけど、まあ、思ってたところに Z の8とかを導入すると、何でしょうね、高性能現実スキャンみたいな感じで、もうなんかさらっと撮れてるし、当たり前にいい写真いい動画っていうものを収録してくれているので、もうこれ私が撮らんでもええんちゃうんと思うぐらいの場面も多かったりするんですよね。なのでもっとなんか初心の時のようにカチカチガチャガチャいじって撮影するみたいなところがちょっとね、あの懐かしいというか欲しているところがありまして、でもあまりにもクラシカルすぎるとちょっとね、不便やったりもしますし、せっかく購入して使うんやったら何かしらニコンクリエイターとか、ニコストップかそのあたりで Z30 のクリエイターの一人として取り上げられるチャンスがあるんであれば掴みたいしというところで Z30 と 1650DX のセットを選んだというところがあるんですよね。でショートクリップの4倍スローなんかも楽しむことが Z30 でできておりますし、何気ない日常の動画素材っていうものが4倍スローでどんどん集まっているのは、自分自身のデータフォルダ見てっても面白いなってのは思います。でこの動画素材がストックとして積み上げていくことっていうのは、なんか精神衛生上ね安心できるところもあったりしますので、そうですね、 Z30 は買ってよかったなって思います。でよくねこの横で気軽なその何て言うんですか、まあ俯瞰撮影であったりとか、先日も PAF ですね、フォトアクセサリーフェア2023の大阪なんかも Z30 とキットレンズで、まあ、気軽なイベント収録なんかであれば十分出向くことができますので、 Z30 を導入して、Z30 でいいやって思うところが増えたってのは一つの大きな気づきかなってのは使っててね思いますね。なので日常に溶け込ませるためなら、まあ、カメラバッグをとか持ち出さずにもコンデジポージからポコって出して撮るみたいなねところがいいかなってのは思いますので、そんな用途を叶えるためにこのレンズですよね、 26mm のF2.8 を買ったというところがあります。このレンズであれば、あのものすごくね日常に溶け込んで違和感なく使えるというところがありますし、まあちょっと高いんですけどね、28とか 40mm が3万4万弱ぐらいで出てくると、7万弱で出てくるんで、無印の薄型単焦点グループの中ではちょっと高め、でも納得するし、この薄さっていうのを実現しているのは26でしかないので、まあ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 買ってよかったなってのは思いますし、めちゃくちゃほんまにボディキャップ感覚でいろんなカメラにつけて使うことも多いので、もしヘリテージデザインののが26で出てしまったら2本目同じやつやけど買ってしまうかもしれんって思うぐらいいいものがあるかなっていうところがありますね。あとは何かな、そうですね、
そう Z30 と26のこの Z シリーズで現状一番小さくて軽い組み合わせっていうのがどうしても欲しかったんですよね。コンデジがニコンのそのミラーレスの世界から出ていないっていうのがありまして、まあ P950 とかね、望遠に強いコンパクトデジタルカメラはあるんですけど、 GR3 のような気軽に持ち出せるようなコンパクトデジタルカメラはないので、実際この Z30 と26の F2.8 をなんちゃってコンデジ、ニコンのねみたいなもので使いたくて使っているというところがありますので、まあそのあたりはね納得しているというところです。で Z8、 Z30、 Z の、DX のレンズとかね、まあ購入していて、で ZF の話ですよね。 ZF、 そう最後は ZF なんですけど、これはまだまだまあ使い込んでいく余地のある、まあ、カメラかなっていうところがありまして、まあ、先行レビュー用でね、あの動画用にお借りしてですね、まあ、10本近くショート含めて動画撮っているんですけども、それぐらい私自身ね、あの熱量込めれるカメラなんですよ。なので買っても今の時点で絶対後悔はしないっていうのは分かってるんです。で情緒的価値としてのその位置づけで ZF っていうものは登場してきてますし、 ZF のある生活みたいなね感じで出てきてますし、それ以上に今 Z567 の後継機っていうものが出てくる時にですね、この ZF に入っているピクセルシフトであったりとか、フォーカスポイント VR であるとか、新しい技術っていうものが Z の567の後継機に入るのであれば、フィードバックを受ける前の ZF の段階で知っておくっていう、まあ、知識の仕入れですよね。体験談を得るための30万と思うと、私自身は全く問題なく、価値あるものだなっていうふうに、コストパフォーマンスは高いなって思って買ってるんですよね。なのでなんていうんですかね、その一次情報っていうものを得るために ZF を買っているっていうところがあるんです。私自身の体験談ベースで語れるようになっておきたいというところがありますので、まあ、Z8 は業務効率の改善であったりとかで、まあ、Z30-1650 の DX のレンズってものは、日常の中でもちょっと動画のカメラがあれば、ちょっとカメラがあればっていうところで、このカメラがねもう簡単に持ち出せるんで、コンデジポージにポンって入れてね持ち出せるんで、まあ、そういった価値があったりとか、 ZF もその新たな機能のね、フィードバック前の情報を得ることができるのであれば価値あるなというところがありまして、私自身かなり納得いている100万円のね買い物になります。皆さん、最近何買いました？100万円とは言わずとも、ちょっと奮発してええもん買いましてんっていうものがあれば、ぜひコメントで教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報、ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。4ヶ月で、ここね、最近4ヶ月の間でニコンちゃんに100万円を振り込んでしまった、ジマからの、動画でございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。